俳優桐谷健太が主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ院内警察、毎週金曜あと9時の最終話が22日に放送される。それを前に桐谷や瀬戸康史、長浜ねる、市村正親らがクランクアップを迎え、約4ヶ月間にわたる撮影期間を振り返った。現在連載中の漫画が原作のため、ドラマ最終話は原作とは異なるオリジナル展開に。主人公村井が追い続ける恋人の死の真相、そしてそれぞれが背負ってきた正義とは。最後のシーンまで注目だ。同作は2021年より青年漫画誌ヤングチャンピオン秋田書店で連載中の院内警察アスクレピオスの蛇を原作とした医療エンターテインメント。日本ではまだ馴染みの薄い院内交番を舞台に、元警視庁捜査一課刑事の主人公と天才外科医の正義がぶつかり合う刑事もの医療ものに大王道ジャンルのハイブリッド作品だ。